委員長の報告を求めます。文部科学委員長立花慶一郎君。ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。法案は文化及び観光の振興並びに地域の活性化を図ることを目的として、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するために必要な措置について定めるもので、その主な内容は、第一に文部科学大臣及び国土交通大臣は主務大臣として文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する基本方針を定めること、第2に文化資源保存活用施設の設置者は文化観光推進事業者と共同して当該施設の文化観光拠点施設としての機能強化に関する拠点計画を作成し、主務大臣の認定を申請することができるものとするとともに、市町村または都道府県はその組織する協議会において地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進に関する地域計画を作成し、文化観光拠点施設の設置者及び文化観光推進事業者と共同して主務大臣の認定を申請することができるものとすること、第3に主務大臣の認定を受けた拠点計画または地域計画に基づく事業に対する特別の措置を定めるものとするほか、国等は当該計画の認定を受けた者に対し必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならないものとすることなどであります。本案は去る3月17日本会において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。本委員会におきましては翌18日萩生田文部科学大臣から提案理由の説明を聴取しました。24日に質疑に入り、翌25日質疑を終局いたしました。質疑終局後採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。以上ご報告申し上げます。採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。お諮りいたします。国立国会図書館の館長に吉永元信君を両議員の議長において任命いたしたいと存じます。吉永元信君の任命を承認するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって承認することに決まりました。本日はこれにて散会いたします。